かな okay、どうもボビーアトレザーのボビーです。ねえー、今日は148回目、ねえー、今日金曜日ですね。金曜日ということは趣味の話。ねえー、ボビーアトレザーのアトリエからですねライブでお届けしております。ゆっくりお付き合いください。週末ですねもうね。 でまあ、金曜日からこう週末にかけてですね、土日にかけてですね、えー、すごいパーソナルなことをですね、えー、ボビー・アートレーザーの作り手の僕がですね、のパーソナルなところに迫っていきたいなと思っておりますでで、気軽にお付き合いいただければ幸いです。で、今日ははですね、まあ、デザインの話をしようかなと思ってね、好きな、ね、このやさっき写真撮りました <laughs>、柳総理ね。ね デザインということでえし柳総理さん知ってますかねう、えー、ん、多分ねあのー、見たことあるよっていう方もあると思いますけどね、えー、はえーとね僕も。 まあ学生時代ねあのインテリアとかあ、ね、デザインの勉強をしてたわけですよ。でまあ本とかでね見たりしてたんや見聞きしたりしてて、えー、特に習ったわけでもないんですけど何かこう残ってる何かどっかに残ってる感じ何、うん、かそういう和みのような、うん、そういう、ね、普遍的なというかあタイムレスなというかそういうね、えー、デザインをね。がの イメージがあってで、えー、まあ,あの社会人になった時に、まあ、あのと特に当時はね「l d e c っていう雑誌があったんですけどインテリアの本が今でもあるんかなもう,うだいぶねもう20年以上の話ですけど今でも多分あると思いますけどね、うん、あのその「エルデコを読むのがあ好きでですねでまあちょいちょい載ってたりしたんですよでなんかええなと思ってあとはまあデザインの専門書とか。 で、ある時ですねこの本買ったんですねもうちょっとさっき見たらよれよれなっててあのちょっとへこんでますけど <laughs> えっとねこれ「カーサ・ブルータス」っていうまあ別冊ですよねあのブルータスのんでまあ「カーサ」っていうのがこう出てて、えー、この本がですね、えー、僕のコレクター心に火をつけましたね完全にえっ、ー、とですね なんかこう久しぶりにこう本屋でこう手に取った時になんか懐かしいような,なんかそうそうこれこれっていう感じのデザインのねあってあこれ柳総理先生ねやっぱりなと思ってそっからですねこの本がですね見たらですね2001年の2月号って書いてるからもう20年前の本なんですね。年でですよままだ僕はあの30代ねまだ僕代それぐらいで でまあこれであのいろいろ見ててで何か欲しいなあと思って当時東京行った時に松屋銀座松屋ってあるじゃないですかあの銀座の松屋のね百貨店その上にデザインの上の何回か忘れたけど9回か10回かあのデザインのねあの店があるんですねあのあのグッドデザインとかあの辺をとか集めてるところなんですけど。 で、そこでですね、えー、マドラーかな柳昌宗さんのマドラー、これ、乗ってるかなまあ,のまあまあ,あの、マドラーですわ、うん、が乗っててあの、ググってください、もうすごくおしゃれよ。<laughs> いつも使ってますけどね。<laughs> えー、それを買ったのがは、えー、最初でですね、そこからあのどん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 こうふこう20年の間に増えていきましたね。えー でえー、っとねなんかちょ昔の写真をちょっと僕家のこれちょっと自宅の写真であの申し訳ないんですけどねこういうあのティーカップとかですねあとあのケーキが乗ってるお皿とかね飼育のねセラミックの <laughs> ごめんアーモンド食べたからちょっとイヤイヤしたね <laughs> あとあのティーポットね、うん、この何とも言えんこのシンプルなね <laughs> これはまあちょっと自宅の写真でちなみにあのこのテーブルも柳総理さん,んですね,うんねもういろいろ買いそれましたねあとはこれはもうそうですねあのでワイングラスも柳総理デザインですねやっぱこの手のぬくもりっていうか工業製品なんですけどもやっぱりこう原型とか作る時に図面からとかじゃなしにもう手から 生み出してる生まれる形っていうかそういうところがですねやっぱり何とも言えないこうオーガニックなというかあの生物感があるというかだ,だけどあのごてごてもなくたたずまいがですね主張することもなく暮らしに寄り添ってくれるわけなんですね。 うん、あとはや夜間とかねそういうのはいまだに、えー、使ってますけどねもう,もうあの写真でお見せしようかなと思っても,も見るも無残な形なんですけどあのねかなり20年使ってるからね、うん、あとはこれはですねこうリビングかな家のねで、えー、このこう見えへんなのねこれえっ、ー、とね、えー、スタンドあるじゃないですかスタンドの右側のとここれが鏡なんですけどね これも柳総理さんの鏡ですねこれはですね思い出があって東京に行った時になんかデザインセンターがなんかあどっか忘れたけどちょっと不便なとこやったの、ね、バス乗り継いだりとかして、えー、だいぶ立ってなんかそこに見に行ったんですよね。うん、でですね、えー、無理やりでもこう,もう欲しくなってねあの <laughs> なかなかこう大阪に行ってたらねあの買えないんででですねえ重たかったですけどあの新幹線乗ってねまあ東京駅までも遠かったけどうんで担いで帰ったあ記憶がありますねそういう思い出があ,あります。ねこれはえと自宅のですねえあの晩ご飯がなクリスマスの頃ぐらいかなその時に写真がちょっと出てきたんでね えこういうこれテーブルが柳昇織さんですね、まあ、実はこう隠れてますけど椅子もそうなんですよね4脚ね、えー、これ未だにえ現役バリバリですけどね、まあ、もうあの多分うちの家族とかねあの別にそのデザイナーのものとかそういうのは何も意識なく見てると思うんですけどねはいねそういう感じで、えー、でアトリエにまあどっか何かないかなと思って。 ちょっと探してみたいわけですよ、まあ、ほとんど自宅の方にねあの置いてるんでだからねあのお客さんとね打ち合わせする時になんかちょっとお菓子でも食べようかいう時ね,そのねカトラリーっていうかこれね、えー、スプーン、ね、ティースプーンですかねこれでもうフォあのークですね、まあ、これは柳総理さんの <laughs>、ね、これがあのわさっとこ、ね、あの自宅もあるしアトリエにもおあると。 何,何個もな、ね、い行さね。であとパッと見たらあの、ね、よくあのさっきの,あのセラミックのお皿ですね。うん、あとは何やろな,いのな、えー、これお盆お盆っていうかねあのちょっとあのだいぶ今吹い,たば吹いたばっかりけどあのこれね柳宗理さんの。何の変哲もないもんかもしれませんけどこれねなかなかいいんですよこのえー、えー、感じでパッとこれ持つのもね。 しね、ななんでもに使えますねお,お盆にしたり、えー、なんかもうちょっとしたもの入れたりね、えー、あとはもうから、あのー、器もそうですし、えー、あのボ,ボール、ね、しあのキッチン道具もお全て柳澤ですからねうち、えー、あのボールとかざるとかあとあのトングとかああのこうと次分けするあのねっ何 レードルとかもね、えー、柳総理で統一してますね。はい。まあ食器もそ,そうですね。うん。で毎晩晩食のグラスもですね、えー、柳総理さんのもんですね。はい。なんか今あちゃんとこうされてあの配信できてるのかな。なんか固まってるような感じもするけども、まあ、まあ、続けますね。 でえー、っとそうアトリエにありましたよア木総理デザインこれこれこれわかりますエレファントスールですねこれね、えー、これはまああのアトリエでですね、えー、僕がずっとこう打ち合わせするときにね、えー 使って座ってたりとかあとあの作業する時に、えー、腰掛けてる椅子ですねこれももうだからかれこれもう20年近く使ってますね、うん、もう今はあこれ絶版につくなってでまたビトラかどっかかなんかまだ作ってると思いますね。うん、で、あのー、最近ほらジェネリックなんとかってこう家具みたいなんで。 形は一緒で何か半券がああの切れてあの自由に使ってもええよっていうデザインの家具を言うんでねあのまああのリーズナブルな価格でねあのデザイナーズの椅子買えるじゃないですか今家具とかね。でそれとですね、えー、比べるとですねままた全く形はほぼほぼ一緒なんですけど座り心地全然違うんですよ。 やっぱりそのおこれはまあ「ハビタ」っていうとさっきの資料の「ハビタ」っていうところのお当時まだ、えー、これどこで買ったかなえー、っとね <laughs> あ、まあ、ユナイテッド・アローズ <laughs> そこで、えー、買った椅子ですね。まあ、これはまあ,あの座り心地やっぱりいいしでまあちょっと間に合わせるって言葉好きじゃないんですけどちょっと一つネットでちょっと個買ってみたんですよね椅子も。 ちょっとアトリエでね急にあのこれなんかそろえようかと思ってで座り心地はね <laughs> 全然違う <laughs> やっぱりその見た目が一緒でもなんか触ったりとかやっぱり触覚って大事じゃないですかこう見た目もそうですし触り心地とか、うん、でそういうなんでね、えー、やっぱり、えー、柳澤デザインっていうのは優れてるなと思いますね。で さっきの本の本これね別冊で当時これ出た本もまあ内容はねちょっと増えてるんかな、うん、若干ね当時の焼き増しみたいな感じだけどこれはこれでねええんですよね。うん、でやっぱり、えー、普遍的でもう20年僕もこうずっと使ってますけど毎日20年後の今もね、うん、毎日ねあのもう本当にこう。 無意識にこう情報とかかっっって入って入くるじゃないいでですかやっぱりそういう問題でせっかくやったらこういい感じのものを、ね、吸収したいじゃないですかねあ目に触れるものとかこう触れるものとかこう触るものとかはね、うん、なるべくと思ってね、うんあのー、改めて今日もね、えー、見てびっくりしましたけどねであのー、最近まあまあそれだなあとねそうそう言葉でですね僕ね柳創さんの言葉でね えー、すごくね、えー、いろんなフレーズがあって、まあデザインのないこととかいろいろこうエッセイとかあーいろんなもの見ながらね、あのー、感銘を受けているわけですよね。その中で、えー、よく売れるものがあ良いデザインであるとはあ必ずしも言えない。なるほどと思ってね。うん、あとお売れるためのデザインではなく、人の心に寄り添う 生活のデザインを作っていいいきたいっていう言葉があるんですねその言葉にですね、えー、すごく感銘を受けましたねそれとおなんかインタビューの記事かなんかであの効率作業効率とか,こうとかそういうようなことの多分言われてたと思うんですけど効率がいいですか悪いですかいうようなんか質問があって効率ってなんだって感じでね。うん なんかこうやっぱ一つのものを作るのにやっぱり年月がかかるわけですよ工業製品の原型を作るまでねえそれまでのねその戦いというかその自分己との戦いもあれよしいろんなもののねそれまでの行き着くまでのことやっぱそれが大事で手,で手を動かすまずとかでねあれこれえ頭で考えたりコンピューターでこなすんじゃなしにね手で生み出すっていうか。 えー、生まれる形っていうかね、うん、この本のタイトルもありますねぱっと,と目に入ったからあれですけどこう生まれる形やっぱりね、えー、思いますね、うんあのー、この工房っていうかあの四谷のお店もお一回行きましたね四谷までいろいろこうこの辺全部あ,あります <laughs> これ全部毎日、えー、日常使いですね。うん テーブルから全部ね別にコレクターっていうわけでもないんですけどあのせっかく買うんやったらあ,ーあ,ーあのやっぱり自分のリスペクトっていうかねそういうのでちょっとずつねあの買い揃えたりしてるだけの話でね気がつけあああのなんかまあまあ <laughs> 揃ってますね <laughs> 少しずつですねあの揃えてあとまあそれにえー まあ、北欧っぽいようなデザインとも合うし、うん、何でもねあのぶつかることもないしね、うん、多分まあ分かりやすく言ったら、まあ、無印良品とかもそういう精神がちょっとあるんちゃ,ちゃいますかね、うん、なんかそういうふうなん,なんとなく感じはしますけど僕はまあその中でもやっぱり柳沢さんのおからいろいろね、えー、哲学というかデザインの哲学ね。や、うん、やっぱりゴミを増やす っていうようなデザインをしちゃいけないようなことも書いてあったりしてゴミが増えるばっかりやってあそれも分かるような気がしますしやっぱりいろいろなことを危惧されたりしてたよなと思いますしあとやっぱこう柳総理さんのこの世界をですね知ってといううこををねね意識を向けるようになりましたねうん暮らしの中からこう湧き出るデザインっていうかそこから生まれるデザインっていうかあのね あのー、日本民芸館って,存じてますかご,ご,ご存じですかえっ、ー、とね、えー、東京の方にあってね昔一回だけ行ったかな、うん、連れてってもらったんですよ、あのー、友達にね <laughs>、うん、ですごくよ,よくてでまあ大阪に戻ってきてでも大阪に住んでるじゃないですか,だからあるんですよね。うん すごく近くにあの万博公園あるじゃないですかあの万博記念公園そこのパビリオン、ね、当時のパビリオンでもにあの大阪日本民芸館というな名前であるんですよ。それがまた素晴らしくですね、えー、僕も年に何回かは行ってますね。うん、あのボビー・アトレザーの世界と何が全然相入れないっていう感じのイメージがあると思うんですけど。 あの哲学の面っていうか、ね、こう出力することは別ですよ。<laughs> ね、こう,こうねそれを入力して自分がこう出すっていうのはあ出し方とかそ生まれる形とは違いますけど、あのー、思いとかそういう感じっていうかなその感覚っていうのはあ やっぱりこうすごい影響を受けてますし、うん、あの気をてらったデザインが必ずいい僕はいいかないいとは思わないし目を引くデザインっていうのも絶対大事なことだと思うんですけどねやっぱりその僕らもレザーとかを、ね、あの取り扱ってるっていうか、ね、向き合ってレザーと向き合ってるので、えー、やっぱりその長く使えるものというかタイムレスででその中でなんかこうフックがかかるようなエッジがあるような。 あそういうところをですね常に追求しながらですねえ目指していってるわけですけどねはい <laughs> まあ今日はですねえそういう感じで柳総理デザインのね趣味の話まあ僕のもうライフワークだ趣味の人ですねまあ言われてみればね趣味かなとまああのこういう感じでですねまあ来週もね金曜日はあ誰がデザイナーにするかファッションデザイナーにするかあそれかまあ,あまあねで やっぱり柳井総理って来たら次は剣持勇になるかあねええやっぱりイームズになるかねヤコブセになるかあパントンになるかどっちかというとパントンの世界がボビー・アトレーザーのちょっと近いかもしれませんけど、う。ん なんかねえー、そういうことをですねちょっとグダグダ話いいしてみようかなと思います。で、まあ、これを機にですね、えー、あの柳総理っていう世界をですね、えー、知っていただいてね、えー、検索して、えー、使ってみてもらうのはね僕は絶対おすすめなんで、うん、あの無理とは言いませんけどね、あのー、僕はあすごく教えられたなと思いました。はいそんな感じでね明日はですね、えー、ちょっと夕方ですねこの時間が もう出先なんででえー、っとですね、ま出先からこうね音楽の話かなんかをお,お話し、ね、実況中継だけどあのその辺からあスマホでこうねスマホ持って、えー、こうねする GoLIVE をするかあそれかまあ昼間ぐらいにねちょっと隙間時間に、えー、ほあの配信するかその辺はですねちょっとまだ未定ですけどねそんな感じで、えー、良い週末をですね えー、お過ごしください。まああのー、ね急に寒くなったりしたんで,ですね体調にはくれぐれも気をつけて暖かくなってねあったかい気持ちで良、えー、きいい週末をお過ごしください。ボビーでした。じゃあねバイ。